から。さまざまな男と女がそこに集い、身も心もむき出しにする。ここは新宿歌舞伎町のラブホテル。できます。あ一流ホテル勤務と嘘をつくラブホ店長とミュージシャン志望のその彼女。おはよう。鈴木さんってここに来る前の何やってたか知ってる？こういうとこで働くような人がいろいろ事情がある人がいるんだから。ちょっと辛抱だから。イリアちゃんお願いします。はい。ホステスなのこの行き前の。さっきのおばさんどっかで見たことある。俺はね、今はこんなところでくすぶってるけど、ここにいる人間じゃないんだ。311号室お風呂のお湯が出ないって。お湯出るの？どうすんの？ここまで来ていいの？私本当にやっちゃう。枕営業か。お母さんに言われたの。お願いだから死んでくれるって。今頃2回戦じゃない。よせ柏木ひびこ。どうでもいいんだよ、こんなとこやめてやるよ。彼らの人生が交錯するとき、かけがえのない瞬間が訪れる。さよなら歌舞伎町。スロースロークイッ。お客さん。